これより後半戦再開となります。後半戦のキックオフは山口大学が務めます。山口大学キックオフキッカーは3番の三木、新宮高校出身の4回生です。さあ愛媛大1番がリターンに入ります。愛媛大学陣20ヤードを超えたところでボールデッドですが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。愛媛大学の反則です。背後への不正なブロック、プレーの際に後ろからブロックしました。ボールを持っているチームは相手選手の背後をヒットしてはいけません。この反則によりましてボールが止まりました。地点からゴールまでの半分の距離のペナルティで残り距離の半分を下げられる形で抜体という形になります。しかし攻撃権は愛媛大学となります。愛媛大学自陣9ヤードからファーストダウン10。ここでオプションプレーをしましたが、ここでボールのスナップが乱れました。ピッチが乱れ、何枠21番抑えましたが、しかし結果的に約4ヤード後退する形になっています。愛媛大学自陣5ヤードからセカンドダウン14。今度はハンドオフからのランプレー、何枠22番中央突破を図りまして約4ヤードゲインとしています。キャリア22番は村井永田高校出身の4回生。愛媛大学自陣9ヤードからサラウンテン、さあここでオプションプレーのトスを受けてランニー枠21番左オープン展開しようとしましたが、しかしこれは山口大学が対応しまして約2ヤードのゲインでとどめています。キャリア21番は川崎廿日市高校出身の3回生です。ここで負傷者が発生しているため、ここでレフェリータイムアウトが入ります。試合再開です。愛媛大学フォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは自陣11ヤード。このパントはシャンプ、
しかしそのパントは自陣40ヤード付近でボールデッドという形になりました。この位置での攻守交代です。攻守変わりまして今度は山口大学の攻撃です。山口大学相手陣41ヤードからのファーストアンテン、99番ハンドオフを受けて中央突破を図りました。ここはディフェンスの対応がありましたが、しかし約3ヤードゲインとしています。ランニングバック99番は山口さん、ここでノーハドルオフェンスです。そのままプレーを展開しようとします。セカンドダウン7、さあランニングバックに託して抜けます。サードに行く、ナイスだ、ファーストだ。ランニングバック99番ハンドオフを受けまして右オープンを展開。大きく前進しまして攻撃権更新です。山口大学ファースター。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。山口大学相手陣12ヤードからファーストアウト。ここで山口大学はジェットモーションスイープ、それだけ動かしていい選手にモーションをさせ、そこからボールを渡しました。託されたワイドレシーバー7番左オープンを展開しまして約6ヤードのゲインです。キャリア7番は桑野、新宮高校出身の4回生。山口大学セカンドダウン4、ボールオン相手陣6ヤード。不成功。クォーターバック4番、ワイドレシーバー16番へのピッチパスでしたが14番キャッチミス、パス不成功となりましてサードダウンに変わります。山口大学相手陣6ヤードからサードダウン4。これは FB 大学ナイスチャンス。今度は左へのフィッシュパス、ターゲット3番にキャッチアンドランでキャッチアンドランを狙いましたが、これをディフェンスが殺到しまして攻撃権更新に至らせませんでした。山口大学フォースダウン7。
フォーメーションを変えます。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。ここでイエローフラグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。5ヤード抜体となります。山口大学フォースダウン12、フィールドゴールトライです。キックレングス30ヤードのフィールドゴールに挑みます。フィールドゴールキッカーは3番のミキ。フィールドゴール成功、3点獲得。山口大学34点、愛媛大学0点。先ほど時計表示に誤りがありましたが、第3クォーター残り時間6分30秒となっています。さあ後半の最初の得点は山口大学でした。フィールドゴールのにまず先に3点を確保し、さらにリードを広げる形になりました。その山口大学のキックオフで試合再開となります。愛媛大1番がリターン。愛媛大学陣20ヤード付近を越えたところでボールデッドとなり、この位置からの攻撃となります。馬淵様、コメントメッセージありがとうございます。堂前様ありがとうございます。双方とも、しかしここまで投手は衰えておりません。人数が少なくとも全力を尽くしております。直美様のコメントありがとうございます。山大もし勝てば1997年以来という形になります。チームタイムアウト、愛媛大学後半1回目です。ここで愛媛大学後半1回目のタイムアウトを使います。さあ愛媛大タイムアウトを解けまして、どのような作戦を講じたでしょうか。ボールオン自陣22ヤードからファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック4番プレイアクションからワイドレシーバー14番へのパスでしたが、このパスは不成功。残り10ヤードで愛媛大学次元22ヤードからセカンドアウンテン。愛媛大学ファースト
クォーターバック4番プレイアクションからパスを投じようとしましたがターゲット見つからずスクラム、緊急発進のダンプレー、しかしこれを構想し愛媛大学ファースター。素晴らしい判断しましたのは愛媛大学のクォーターバック4番本間、牧野高校出身の4年生です。愛媛大学相手陣35ヤードからファーストダウンテ、南枠22番トスを受けて右オープンへのスイープレー、味方ブロッカー生かして約6ヤードのゲインとしています。何枠22番は村井、永田高校出身の4回生。1番トスを受けて右オープンを伺いましたがディフェンス殺到し急遽左へカットバック、スピードでまくり左オープン展開し攻撃権更新です。愛媛大学ファースター愛媛大学、ここで個人技によってなんとか攻撃権更新を続けております。ボールオンは自陣45ヤードの位置に自陣46ヤードになりました。この位置から愛媛大学ファーストダウンテ、クォーターバック4番プレイアクションからワイドレシーバー10番にパスを通しまして約9ヤードのゲインとしています。続いてセカンドダウン残り2ヤードです。愛媛大学相手陣入りまして相手陣46ヤードからセカンドダウン残り1ヤード、このパスは不成功、再びパスによる突破を図りましたがこれは山口大学がパスを落としパス不成功としています。先ほどのパスキャッチはワイドレシーバー18番でした。18番泉、呉三田高校出身の4回生。愛媛大学サードラウンド残り1ヤード、パスでゴーファースター、クォーターバック4番ワイドレシーバー17番にパスを通し攻撃権更新です。愛媛大学ファスター、レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト、ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。攻撃権更新となりました。パスを取りましたのはワイドレシーバー17番の田中、紅葉高校出身の1年生です。直文様コメントありがとうございます。山口大学、さあこれで25年ぶりの優勝なるでしょうか。馬淵様、山口大学その意味では後半最初の得点を挙げることができたのは素晴らしい状況だと思います。コーヒー様コメントありがとうございます。私自身がこのような配信をさせていただけること自体を光栄だと思っています。ボーマ様、確かにこのシリーズは愛媛大学なんとか得点に結びつけてほしいものです。さあ試合再開です。
愛媛大学相手陣36ヤードからファーストアンテン。さあこのランプレー出ます。ナニバック22番ハンドオフを受けまして、やはりオフタック付近を付けまして抜けまして約3ヤードゲイン。ランニバック22番は村井、永田高校出身4回生。愛媛大学相手陣33ヤードからセカンドダウン7。クォーターバック4番ミドルゾーンへのパス、ターゲットは14番でしたが、これは山口大カバーしていました。パス不成功です。ダウン1つ進んでサードダウンとなります。愛媛大学相手陣32ヤードからサードダウン7。不成功。ここで山口さん、ここで愛媛大学はスクリーンパスを選択しました。ターゲットはランニング枠21番でしたが、これを21番キャッチできず、パス不成功となりフォースダウンとなります。愛媛大学フォースダウン7、プレー選択します。ギャンブル、7ヤード前進できないと攻守交代です。選択は中央ダウンプレー、しかし山口大ディフェンスが踏ん張り、このランプレーによる突破を阻みました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。愛媛大学相手がパスで構えていると踏まえ、あえてランプレーを敢行しました。しかしこのプレーは結果的に攻撃権更新に至らず、攻守交代になりまして山口大学の攻撃となります。ボールオンは自陣31ヤードから山口大学ファーストダウンテン。さあ中央になって、ナニバックキャリアは81番でしたでしょうか。中央突破を図りまして約7ヤードのゲインとなっています。キャリア81番は木下、池田高校出身の1年生。これも約2ヤードのゲインとしています。81番は木下、池田高校出身の1年生。山口大学サードダウン残り1ヤード。さあパスは成功、攻撃権更新になったでしょうか。ここでホイッスル。
レフリータイムアウト。負傷者のためのタイムアウト。ここで負傷者が発生したため、負傷者が発生したためレフリータイムアウトを取ります。またこれと合わせましてチェーンを使いまして実測します。先ほどのプレー非常に微妙なところでボールが止まりました。これが攻撃権行使になったかどうか、チェーンを直接持ってきて実測します。攻撃権更新です。先ほどパスを受けましたワイドレシーバー14番中山、素晴らしい粘りで攻撃権更新果たしました。中山は城北高校出身の1年生です。山口大学ディリン41ヤードからファーストアンテ。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして愛媛大学0点、山口大学34点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。